ショータイム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます。今日はですね、こちら川氏博士のセルフヘルプ術、はい、ノープライベートライフ、あ、特に恋人選びとか、うんうんうん、恋愛編に進みたいと思ってます、うんうんうん、というのはよくなんかその似た者同士の夫婦とかって言うじゃないですか、はいはい、ただこの川氏博士が、うんうん、指摘するに、うん、パートナーを選ぶときっていうのは、うんうん、カーシー博士の研究だと、うん、高い確率で似たものじゃなくて、惹、うんうん、かれるのは違うタイプ、うん、全然自分とは正反対のタイプに惹かれて結婚するっていう指摘ですと、うんうん、この何でしょう、似たもの同士みたいなのをやるのはお見合いとか、うんうんうん、マッチングのコンピューターはそういうのをよくやりがちだけど、うんうんうん、価値観が似てる人、そう、うん、ただそれは違うなんて指摘がされてます、うんうんうん、実際どうですか。まあそんな気はしますね。あの奥様はよく話もされて、うん、まあそれだけに限らず、はいはい、友達とかも、はい、まあ、こう本当に自分と同じような感じの人よりは違う人の方が、私もその、うん、ああと思うのは、うん、エニアグラムのタイプは同じタイプかって思うことはあるんですけども、うん、こちらのこの何て言うんでしょう、 MBTI 的なこの感情とかで分けていくと、うんうん、結構違う、うん、わーわーしゃべる私と、うんうん、どちらかというと控えめ、うんうんうん、かといってその、うん、友達が多いのはあちらで、うん、僕はどっちかというとこもりたいっていう感覚とか、うんうんうん、考えたい人とその感覚で決めようとするのかとか、うんうんうん、っていうのは結構違うっていう実感はありますと、うんうん、で人はシャドウを持ってますと、影のこと、そうですね、うん、要はカール・ユングによれば、うん、人は正反対の相手には惹かれるだけではなく、うん、もう魅了されてしまうと、うんうんうん、気味の悪い概念ではあるが、うん、ユングは正反対の気質をシャドウと呼んだと、うんうん、人は自分の中で未発達な部分を影として持っていて、あたかも切断されたミミズが体をくねらせて自分のもう片方と一体になろうとするかのように、うんうん、未発達の半分の身に身を近、無意識に近づこうとしているなんてあり、そういうシャドウの人たちに惹かれるっていう傾向がありますと、自分の他の面を見つけようとするこの欲求を性欲や縄張り意識のように誰もが持つ先天的な欲求であると、したがって人は本能的に自分と反対なもの、ユングによれば自分を補足してくれるものを求める、しかし必ずしもそうする必要があるのだろうかと、そのような結婚はうまくいくのだろうかと、その答えはイエス、しかしという条件がつく、つまり自分とは違う配偶者の性質を変えようとしなければイエスだと、変えようとするならノーであると。でこのイエス、しかしという曖昧な答えをめぐって、うん、結婚の破綻の主要な原因である、うん、ピグマリオンプロジェクト、周りの人を自分に似るように作り変えてしまうことについて考えようと、うん、このピグマリオンプロジェクトっていうのは、周りの人を自分に似るように作り変えてしまうっていうのは、あらゆる面で自分とは似ても似つかない相手の違いを探し出して、うん、それを気にかけ世話をすると約束し、うん、最終的には配偶者を自分自身のイメージにそっくり変えようとしてしまう行為なんですけども、これに成功してしまうと、何て言うんだろう、せっかく自分と違うものだったものが、自分の足りないところを補うために、そうで、なんか選んだものが結局それって、それはあなたの好きなものですかみたいな話なんですよね。なんでその豊かな資質っていうのは認め合うべきなんではないだろうかと。で、この本ではその後に正反対のタイプの組み合わせっていうのが、まあ
便宜的に出てくるんです、うん、便宜的というかその要は正反対がいいって言ってるわけじゃないんですけど、うん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 、このタイプとこのタイプは正反対同士だから合うのではっていう推察がされていて、反対の人を分類してみようと、ユング派の方法では思考派、思考型 T の反対は感情 F で、判断の反対は認知の P、J と P、はい、で外交の反対は内向型となると、 E と I です、はい、ただこの外交タイプっていうのは存在しないと、うん、というのは気質的に外向型には8種類、うん、内向型にも8種類あって、うん、同じ外向型でも、うん、その8タイプっていうのは思考型と判断で全然違う、うん、要はバッカスとエピメテウスって全然外向でも全く違う行動してるじゃんみたいな、うんうんうん、外向内向は関係ない、はい、関係ないというか、そうですね、うん、関係ない、関係なくはないけどあまり重要ではない、重要ではないっていうことを言ってるんだと思ってます、うんうん、それぞれの内向外向があるよっていう、はいはい、うん、で相対するタイプの組み合わせは、うん、INTP 型、 INTP、はい、は次になるのは ESFJ 型、 INFP 型と次になるのは ESTJ 型、ESTJ、ENTP 型と対になるのは ISFJ 型、うん、ENFP 型と対になるのは ISTJ 型、うん、INTJ 型と対になるのは ESFP 型、うん、INFJ 型と対になるのは ESTP 型、 ENTJ 型と対になるのは ISFP 型、うん、ENFJ 型と対になるのは ISTP 型、うん、でまた、はい、気質で対になるのは、うん、NF 型と NT 型、うんうん、SP 型と SJ 型、うんうん、っていうことになってきます、うんうん、確かに、うん、私、うん、J の人間、 J の人間、うん、は、うん、その SP の人たち、うんうん、あのバッカスですね、はいはい、破壊的な行動力と自由な感じっていうのはこの NT の思考とかあの NF の自由さ、規律の取れた自由さよりもこの何て言うの、男らしさみたいな破壊的な、壊してはいけないって魅了されるところは、なんで逆に向こうが真面目にやってる僕たちのことを魅了されてる、どう思ってくれてるかは知らないんですけども、うん、まあでも本的に言えば魅了される、まあ、うん、あの頼りになるとは思ってくれるかもしれない、うんうん、っていう意味でその、うん、気質のついでは、うん、そういう形になってますと、うん、なのでこういったことを、うん、まあその、まあ、気休めかもしれないんですけども、うんうん、パートナー選びとかっていう時にも、うんうん、まあ、もしくはそのこれから今のいるパートナーとうまくやっていくためにみたいなので、うん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 、こういう気質とかを分かっておくっていうのは、うんうん、僕的にはこういう人だからって分かるとちょっと気が楽になるというか、うん、だからあの多分その最初の変えちゃいけない、はいはいはい、変えちゃいけない、だから最初はその破壊的なバッカスに魅了されて付き合うけど、はい、多分付き合うと不安がいっぱい、これじゃいけないだろうって多分いっぱい思うんですよね、出てきます、出てくるでしょうね、でそれを変えようとするって、はい、そうするとそれは良くないよっていう、あの、うん、どこを好きになったんですかっていう話ですよね、そうそう、うん、例えば、うん、その NF 型は意義にあふれた深い関係を欲するのだが、うんうん、NT 型、SP 型、うん、SJ 型は深さとか意義みたいなものには興味がない、そもそも結婚生活で深さや意義がどういうことを意味するのかも理解しがたいと思っている、うん、まあ、うん、どちらかというと現実的、うんうんうん、だとは思ってるんですね、そっちの方が、うんうん、だからそこに意味があるのかって言い出すってことですよね、わかります、その NF、まあ、ります、 NF として、うん、そこに意義、まあ、結婚、意義にあふれた深い関係を欲する、結婚ってなるとなんかもっと制度的な気はするんですけど、はいはいはい、あ、好き嫌いですね、好き嫌い、はいはい、だけどこうなんか異性と恋人彼女付
付き合いたいみたいな部分で言えば、はい、分かります。分からない、深く、はい、なんだろう、意義があるものとしたい、なんだろうな、説明しづらいなというのは分かります。結婚ってなるとなんかもうちょっと制度的な感じが、まあ、僕しなんかその付き合うとかでも、うん、その見た目、うん、要は人からどう見られるかって気にするタイプもあると思うんですね、うん、はいはいはい。でも そういうのは一切 NF の人とかは気にしないんだろうなとか、うん、そんなに気にはしないですね。でなんとなくそういう、うん、なんか心のつながりとか、あ、そうそう、だからこうなんか心のつながりみたいなのを求める気はします、相手に。ちょっと無頓着だったりします、うん、でここでは各タイプを職業に当てて、うんうんうん、この組み合わせがいいよっていう書き方をしてるんですね、うんうん、はい、それを紹介していきたいと思います、うん、はい、今回は INTP と ESFJ の紹介をと思ってます、はい、INTP、うん、INTP は建築家、建築家、うん、現実世界に戻してくれる人を求める、うんうんうん、で ESFJ は販売員とあります。うーん、これ適してるっていう意味ではないです、うんうん、まあ、この組み合わせを知る ためにっていうところで受け入れていただければと思います、うん、で INTP 型建築家、うん、この建築家は建物を設計する人だけを意味するわけではないと、うん、概念を構築する人、哲学者もいれば、うん、数学のシステムを作る人、うん、コンピューター言語を作る人もいると、うんうん、つまり抽象的な設計をできることが建築家の長所であり、うん、それに一貫性があるかどうかが問題であると、うん、でこの抽象主義者が販売員に魅力を感じるのはなぜかと、うんうん、販売ということを広い意味で考えると、うん、価値のあるものを買い手が買うように説得することであると、うんうんうん、販売員は本質的に買い手、買ってくれる人のことを大切にするが販売員の基本的の ESFJ の姿勢であり、その買う人たちも ESFJ のことを分かっている、この人は私たちのことを大事にしてくれる人だ、でまたお互いその ESFJ もそれで幸せになるよとっていう、ここがこの抽象の世界に生ける建築家、哲学者にとって魅力的な部分であると、うんうん、そういった面がないので、うんうん、彼らがそういった現実的なことをしてくれることで、うんうん、現実とつながることができる、うんうん、では ESFJ 型はどこに INTP に魅力を感じるのだろうと、うんうん、この INTP 型は水素の詰まった風船のように、うん、地球という現実から離れようとしている人間に見えると、うんうん、だからこの地球に戻ってこられるように紐が必要だと、うんうん、で現実もいいとこだよ、うんうん、いいとこなんだよ現実もって、うん、でそうやって信じさせる人がいるよねと、うん、その役目を喜んで買うのが ESFJ だと、うん、で ESFJ 型はこの INTP 型以外にも惹かれるタイプがあると、うん、それはISTP 型、職人であると。 ISTP、はい、この職人タイプは一生懸命に仕事をするが、うん、自分が苦労して完成させた作品には興味がない、うんうん、彼らにとっては家庭の方が大事だからだ、うんうん、なんかあの人たちいいもの持ってる感じですよね、はい、きっとそれを僕が広げてくれるっていうことなんですかね、うん、だからそのそういった職人タイプ、うん、彼らはその、まあ、スピード出る車とか、うん、なんか武器を作ったりみたいな話を前しましたね、うんうん、そういったところに、まあ、SP 型、やはり SP 型に惹かれる部分があると、うん、で一方、うんうん、先ほど挙げた INTP、INTP、ESFJ 型以外に惹かれるタイプは、うんうん、ENFJ だと、ENFJ、はい、教育者であると。教育者とは人が成長する際にその能力を引き出すことができる人、うん、人の個性を伸ばしたり才能が花開く過程を助けたりする特別な手腕を持っていると、うん、NF 型は誰でもある程度はこの才能を持ち、うん、
かつそれを実行したいという欲求を持っているが、ENFJ 型は顕著であると、この INTP 型と ENFJ 型の組み合わせは ENFJ にとっては深くて意義深い関係になるし、INTP にとっては大きな支えになるだろうと、で先に出たまた ESFJ 型、販売員ですね、販売員が求めているのはやはりこの世話をしてあげられる人、INTP 建築家とか、ISTP 職人、世話をしたい、そうか僕は世話をしたいんだって今ちょっと思ってるんですけどね。あ、そうかもしれないですね。要は飛ぼうとしている、で要はそれで飛ぼうとしている人たちは、大体コックピットに、ISTP とか、INTP の人たちが乗ってる、乗ってる。それって冒険じゃないですか。で先ほど最初がおっしゃった、その憧れてるんじゃないですかね、でまさしく書いてあって、そういった冒険への憧れが、ESFJ を引きつけて、彼らを元気づけたいって、思わせる。そこに僕も関わりたいな。そうですね、で、彼らが冒険から帰ってきた時に、よしよしって慰めたり元気づけたりやることでっていう相性の良さが、ジャクサみたいな、ジャクサのあそこの中にいる人たちですね、宇宙飛行士、まあ、飛ぶ人がいて、中で守る人がいて、大きな出来事ができているっていうことですね、どちらが欠けてもっていう話ですもんね、だから宇宙飛行士をそんなとこ行ってないでこっちに来いよってやったら宇宙に行けないって、っていう、この反対の組み合わせがあって、無意識に人はそこを選ぼうとしているっていう、この相性のお話を、これからまたやっていきたいと思ってます、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。